雨ですね。救いはあれですね、寒くないっていうのがね、いいですね。あ、どうも。あ、どうも。こんにちは。平山茂です。どうも。あの、あれですね。いうやつですね、これ。3月21日、日曜日の夜、夜ですね、これは。夕方ですね。4時40分でも。明日月曜日。仕事行きたくないなとか思ってませんか？行きたくないな、嫌だなって思ってたりしませんか？いいじゃないですか。いいんですよ、思っても。思ってもいいんだ。全然いい。なんでこっち来た、俺は。俺はなんでこっち来たんだ。なんで俺こっち来た。間違えたな。混む方だ。こっちじゃない、俺が来たかったのは。間違えた。ああ、もう間違えた。鼻はムズムズ。右折していいんだよね、ここ。いやー、明日からまた頑張りましょう。大丈夫ですからね。本当に大丈夫ですから。もう大丈夫です。でも仕事にしても学校にしても絶対行かなきゃいけないってことはないからね。絶対に行かなきゃいけないってことは絶対ないな。休みたかったら休んだ方がいい。休めばいい。理由なんて何でもいい。嘘ついてでもいい。絶対休んでもいい。あ、これは無理だと思ったら休もう。休んじゃいけない理由はない。全然いい。え、同僚に迷惑がかかりますか？会社に迷惑がかかりますか？いいじゃないですか。お互い様ですよ。お互い様なんです。全てはお互い様。大丈夫。あ、明日無理かもしれない。そう思ったら休もう。迷わず休もう。本気で無理な時ってあるからね。そんな時は休もう。誰も何も言わないよ。あなたが決めていいんだからね。自分で決めるんだ。全然大丈夫。全然あなたの人生、楽しく生きるためにはどうしたらいいか。周りの言うことは気にしちゃダメだ。ダメだ。絶対にダメだ。絶対。これはもう絶対ですよ。あなたの人生だ。まあね、でも仕事だからね、稼がなきゃいけないとかね、そういうのももちろんあるから、行きたくないなーっていうところでね、行く人ももちろんいる。でも休みたいから休もうっていう人もいる。全然どっちでもいい。本当にどっちでもいい。ただ言えること、それは大丈夫ということ。もうそれだけなんですね。どっちでも大丈夫。行ったら行ったでいいことあるし、嫌なことももちろんあるでしょう。でもいいんです。それが人生。全部ひっくるめて楽しい。いやー、最高だね。最高だよ。人生は最高なんだ。さあ、ということで、明日月曜日でございます。明日も一日楽しんで、行きましょう。それでは、おやすみなさい。平山茂でした。また明日。